中部電力は関西電力と互いの営業エリアで顧客を獲得しないようカルテルを結んでいたとして、今日公正取引委員会から課徴金合わせて275億円余りの納付命令を受けました。中部電力は事実認定と法解釈に見解の相違があるとして命令の取り消しを求め提訴する方針を明らかにしました。関西電力との間で営業活動を制限するような合意はしていない、当社の考え方を説明し、司法の公正な判断を求めてまいります。中部電力は6ヶ月以内に提訴するとしています。